はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は誰でも実践できる打率アップ方法を紹介して、その後に機種変更して iPad にしたので、 iPad にしたことによる使用感や、 iPad にすることでどのくらい打率が上がるかの解説、最後に30連勝中のランク戦をやっていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずは打率アップ方法についてです。これに関してはとにかく引っ張った方がいいだとか、ボールのやや斜め下に入れるといいだとか、そんな感じのね、打率アップ方法は今までお伝えしてきたと思うんですけど、それだとやっぱり感覚的な部分が多くて、それができないから困ってるといった感じで、その情報が役に立たない人が出てきてしまうので、今回は別角度から誰でも実践できるやつを紹介していきたいと思います。今回注目していくのは、打つ前にどこを見るかについてです。これを意識すれば打率は上がると思います。ざっくり分けると、投手を見る、四角い枠を見るの2つだと思うんですけど、これは四角い枠をひたすら見た方がいいです。それで今回覚えてほしいのが、その四角いストライクゾーンの枠の中のどこを見るかについてです。打つ前に四角い枠を見るといっても、ある程度投手が投げる前に時間があり、その時間を無駄にしないことが大切です。その時間を使用して、とにかく四角い枠のうちの内角の縦の線を見ることにより多くの時間を使ってください。割合で言うと、投手が投げるまでの時間を10とすると、内角の縦線を7、外角の縦線を3、上下の横線は見ないといった感じで目を通してください。こうすることで打率が上がります。なぜ打率が上がるかというと、このゲームはやはりインコースが強くて、その見極めが打率に直結してきます。外角は割と見極める時間があるのですが、内角はそこまで時間がなくて、感覚的にストライク、ボールを判別する時が多いと思います。なので直前まで内角の縦線に目を通しておけば、目がストライクゾーンを覚えていてくれて、内角のボール球に手を出すことが少なくなります。現環境なんかは特に、以前のスラカット時代とは違い、千賀さんや有原さん、大野さんといったツーシーム主体の選手と当たることが多くて、その時に何が一番重要か、何が一番高打率につながるかといったら、内角のストライクからボールになるツーシームだったり、そういう内角の見極めでいかに手を出さないかで、大会などではさらにそこの部分が重要になってきたりもするので、この見極めを手助けするために、インコースの縦線を打つ前に見る時間を増やすといった感じです。人によって合う合わないはあると思いますが、実践してみてください。続いて iPhone から iPad にしたことによる感想、使用感についてです。以前動画で iPhone の画面拡大打法を紹介しましたが、このゲームは画面が大きく見えるほどボールの見極めが効いて、リアタイは有利です。自分も iPad に変えて少しやり込みましたが、圧倒的に打ちやすいです。具体的にどのくらい打ちやすくなるかというと、打率1割上がる人もいたり、タッチペンに慣れなくて上がらない人もたまにいたりするので、平均したら打率5分ぐらい上がるものだと思ってください。ちなみに自分が買ったのは普通の iPad と Apple Pencil です。 iPad Pro の方が多少画面は大きいですが、そこまで大差はなく、値段が倍以上 iPad Pro の場合してしまうので、自分は iPad をおすすめします。最後に打ちやすさの具合を表すと、こんな感じです。自分は全て試しましたが、やっぱり iPad が一番打ちやすいなっていうのが正直なところです。ただ iPhone の中でも、ズーム機能を使うかズーム機能を使わないかで、だいぶ打ちやすさなんかは変わったりするので、まあ、以前ズーム機能の使い方については、画面拡大打法という形で過去動画へ出しているので、まあ、iPhone 勢で戦うよっていう方はそちらの方をご覧ください。以上です。いかがだったでしょうか。まあ、自分ね、ずっと iPhone で戦っていくよとか、 iPhone でどこまで通用するかやるよって言ってたんですけど、やっぱり iPhone で画面拡大打法でリアタイを上げると、まあ、YouTube 的にね、ちょっと動画が見づらいだとか、まあ、初見さんなんかね、特にリアタイがちょっと見づらいですよみたいな言ってくださる方が結構多くて、まあ、自分もね、正直これ見づらいよなって思ってたんで、なので iPad に移行させてもらいました。まあ、iPhone でね、どこまで戦えるか見たかったよって思ってくださってた方はすいません。まあ、ただね、 iPad を変えたのはいつも見てくださる皆さんのおかげなので、それに感謝してね、これからもやっていきたいと思います。ということで、この情報が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方も見ていってもらえると嬉しいです。はい、ということでやっていきたいと思います。先発は菅野さん対外川さんです。で、30連勝してるんでね、しっかり勝っていきたいと思います。まあ、打率もね、久々に6割5分までいったんで、まあ、iPad 効果なんですけど、まあ、6割5分いったんで、しっかりね、打率も意識していけたらなと思います。 OK。 さあ、Apple Pencil もね、結構
慣れてきて、タッチペンでね、 iPhone でタッチペンで練習してたのが結構ね、ここに来て生きてる感じですね。さあしっかり OK ボール、さあワンスリー、まあ、簡単にアウトにならないことですね。 OK 抜けたでしょ、よし。さあ先頭出て、あータイピン出たか。いやでも菅野さん変えてほしくないからこのまま行きます、代打出さずに。さあ何で来る、多分今代打出しても複数点嫌で多分敬遠はしてこないと思うんですけど、でもね、まあ、ピッチャー交代されて宮西さんとか出される方が個人的に嫌なんで、ここは代打出さないと。さあワンツー、追い込まれるまでは、そうこういうちっちゃい変化をね捉えたいんですけど、ファールにしちゃったな。ツーツー、さあ何いく、 OK、 さあツースリー、さあ直球系かな、ツースリーだし、あーやべ、あーラッキー、今の抜けるんだ。ショート誰だろう、坂本さんかな。今のはラッキーヒットでしたね。さあ1・3塁、外野フライ上げればね打率は落ちないんで、なんとかね外野にフライを上げたいです。あーべー、やらかした、何して、はい切り替え切り替え、しっかり切り替えていきます。さあ1アウト1・3塁、オッケー、あーファールか、まあ、あれとかもね簡単に反応できますね、なんかオッケー。さあ見極めもよく聞くと、よしでね、 iPad にしてバッティングだけ良くなるかなと思ったらピッチングもなんかね、オッケー、これは抜けたべ、よしでかい先制点はでかい、これ気持ちが楽に打てますね。で iPad にしてねバッティングだけかと思ったらピッチングもねなぜか良くなりました。まあ関係あるのか知らないんですけど、まあでも昨日多分たまたまだと思いますけど、あんま言われてないんで、それはでもベストピッチは出やすい気がするんですよね、 iPad の方が。やっぱりピッチングの方もバッティング打ちやすいはまあ結構言われてることなんですけど、まあ、ピッチングもね今のところいい感じです。よーし、オッケー、完璧完璧。さあアウトを取られない、打率を上げていきたいですね。さあここは代打と、タイピンチはねタイピンチでランナーが詰まってるんで、まあ、これはね代打ですよ。ただもう相手ピッチャー変えるつもりはないですよね多分、うん、変えないと。よしポテンして、オッケー、負け展開でやっぱねピッチャーあんま中継ぎしたくないと思うんですよね。まあ、そういう時は自分は代打出してます。これも代打ですね。さあ外選手で、まあ、これもう一回タイピン出たらもう一回代打の代打で鈴木大地選手と、まあ、代打ですね。これ鈴木大地選手がね結構かなりのポジション守れるんで、まあ、どこからでもね代打出せるんですよね。タイピンチを消すために結構自分は代打を使ってます。さあもう一回タイピンチ出ると意味ないですね。さあ OK、 さあノーワン、オッケー、そこからのスライダーはボールと。菅野さん、やーべ、いろんなシリーズあるんでその時のね変化量を把握することも大事と。オッケー、よーし、何点だ、4点か。さああと、まあ、あと1点取りたいですね。コールドは行きたいんで、まあ、ガヤフラーあげれば、はいオッケー。いやー簡単だな iPad、まあ、大会になるとまた違ってくるんでしょうけど、まあ、打率7割の人とかはねちょっとね違うなとは思うんですけど、すごいなと未だに iPad にしても思うんですけど、まあでも打ちやすいですよね本当に。さあ自分もねそろそろ打率7割いきたいですね。あーいけたな、もったいない。さあ5点まで来たんで、なんなら強制までいきたい。一発打てば8点差ですからね。さあよーし完璧、よーしってことで完璧、ありがとうございました。